ションプリーズ。ジェットチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。フライトクルーチェアリーダーズ、スタージェッツです。先週行われた B リーグ開幕戦は強敵川崎ブレイブサンダースに一歩及ばず、悔しい黒星2つとなりました。そんな開幕戦から1週間、本日はここ船橋アリーナに3円ネオフェニックスを迎え撃ちます。ホーム戦初勝利をつかみ取り、ここから上昇気流に乗りたいところですね。果たして不死鳥相手にどのような戦いを繰り広げたのでしょうか。それでは本日のダイジェストをご覧ください。テイクオフ。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りします。第1クォーター、出だしは3円ペース、連続得点を許します。富樫がこのディフェンスでチャージングを獲得し、流れを引き寄せます。ダンカンのスクリーンを使い、富樫がスリーポイント。またしても富樫、速いドリブルからのジャンプショット。新加入のジョーンズがクロスオーバーからジャンプショット。しかしこのクォーターは3円ムードのまま、田渡りにスリーポイントを決められ8点のビハインド。残り4秒、富樫が意地のスリーポイントを決めます。第2クォーター、3円の速攻、石井が止めようとしますが、これが太田のバスケットカウントに。続けて太田に連続で決められ、またしても8点差。流れを引き寄せたいジェッツ。ダンカンがワンオンワンを仕掛け、ステップバックからジャンプショットで得点します。途中出場の秋が切り込み、ファールを受けながらも得点。西村のスティールから速攻、勢いに乗った秋がそのままシュートに持ち込み、2点差まで詰め寄ります。第3クォーター、ジョーンズが仕掛けます。相手のビッグマンのディフェンスを超え2得点。ブロックを受けたジェッツ、ショットクロックの時間が迫る中、小野がこの位置から見事なスリーポイントを決めます。三円がアウトサイドから流れを作ります。連続でスリーポイントを決められ、再び7点差のビハインド。パーカーが残り10秒、華麗なステップワークからシュートをねじ込み、4点差で最終クォーターへ。第4クォーター、ミスマッチを生かしたパーカー、スマートなジャンプショットを決めると連続で仕掛けます。外したシュートを自らチップイン、ようやくここで同点に。スペースを確保した西村がジャンプショットで2点、石井が切り込み2点を決めると、すかさずパーカーがスティールから得点。一気に6点差のリード。流れをつかんだジェッツ、ジョーンズが個人13点目となるスリーポイントを決めます。3円に派手なアリュープを決められますが、日本一のポストプレーヤー小野は止められません。このままリードをキープしたジェッツが今シーズンホームで初勝利を迎えます。オフェンスがずっと流れが持っていけなかったので、まあ、やっぱうちの大事にしているディフェンスからかなと思い、はい、いつも以上に前から少しプレッシャーをかけに行く姿勢を見せまして、いやもうやっぱディフェンスかと、うちが上からいいプレッシャーをかけて相手のやりたいことをこう絞っていけたのが、はい、勝ちにつながったのかなと思っております。お宮さん、起きてください、お宮さん。辛いわ。俺辛いわ。今日はあのデビューということなんですけど、試合の感想ちょっと教えてもらっても。まあちょっとプレシーズンゲームから勝ち星がねなかったんで、本当に今日のね勝ちがどんだけ大事かってことがね、分かって臨んだゲームだったんで、まあちょっと綺麗な勝ち方ではないですけど、まあこの厳しい中勝ち抜いたのがまあ力になって、また明日の試合こう頑張るんじゃないかなと思います。そうですね、個人としては今日の、はい、出来というかどうでしたか。120点ですね。素晴らしいです。また、なんか若干ファンの間でなんか西村と不仲説が流れてるらしいんですけど、その辺についてどう思われます。これはね全くもってゼロに近いゼロなんで、はい、なんならいつも隣に座ってますんで申し訳ないけど。シュールすぎるやろこの絵が。ね、まあたまにはいいでしょう、うん、初勝利ですしねシーズンの、うん、まず明日からですが、はい、今後の意気込みなどあれば教えてください。俺、はい、もちろん
いや本当にね、正直僕たちまだまだ弱いです今年は。なんで、強くなるジェッツをね見せていけるようにベテランとして頑張ってきますんで、今後もたかバカ野郎、おいさ原ジェッツよろしくお願いします。もうこれ言うことないわということで本日の試合は60対70で見事千葉ジェッツの勝利です。ブースターの皆様の声援で勝ち取った念願のホーム第1勝目です。明日もここ船橋アリーナにて3円ネオフェニックスとの対戦となります。16時ティップオフですので、今日にも増しての熱いご声援どうぞよろしくお願いします。たくさんのご登場お待ちしています。ワン、ツー、スリー、ゴー、ジェッツ。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りしました。